ただいま。あの、リトル・リリカルだっけ？お前の知り合いだっていう子たちは、無事にご家族のところまで送り届けてきたぞ。あ、お帰りなさい、ノエムちゃん。帰りが遅かったから心配したよ。何かあったの？大丈夫だった？うん、ラジラジが復調してくれたおかげで空間跳躍が使えたしな。罠を警戒してちょっと遠い場所に瞬間移動してから徒歩で町まで行ったし、ついでにあちこち調べてきたから時間がかかっちゃったけど、とりあえず今のところ町の様子に変化はなかったぞ。とはいえ、あれだけ大規模な軍事行動があったんだ。みんななんとなく不安そうにしてたな。そっか、今まで平和な時代が長く続いてたし、兵隊さんが大行進してるだけで何事だって思っちゃうよね。うん、それよりもお前たちの様子はどうだ？さすがに昨日あれだけドンパチしたせいで疲れたのか、ぐっすり熟睡しちゃってたけど、さっき目を覚まして今は朝ごはんを食べてるよ。このアジトには食料の備蓄もなかったし、貧相な食事になっちゃったけど、まあ急場をしのげればいい。ううん、とりあえず無事に逃げ延びられただけで御の字だ。まだ安心はできないけどね。前のアジトも結構厳重に存在を隠してたのに、あっさり敵に見つかっちゃったし、ここは潜伏先としてうちのマスターがオブジェクトの変更で作った小規模なアジトの一つだけど、前のアジトよりよっぽど危機管理とか徹底してないし、敵がその気になればすぐに見つかっちゃうかも。居場所を気取られないように今後はこまめに移動し続けるべきだと思うよ。ほんと、今の私たちってテロリストみたいだよな。はあ、なんでこんなことになっちゃったんだか。あの、朝ごはんごちそうさまでございました。ああ、お前たちおはよう。昨日はよく眠れたか？そっか、まあ仕方ないよな。昨日あんなことがあったんだし。お前たちの仲間のペコリーヌだっけ？あいつも敵に捕まっちゃったし、心配でよく眠れなくても当然だ。はい、ペコリーヌ様大丈夫でしょうか？生け捕りが目的のようだったので、まだ命はあると思いたいですけど、ひどい目に遭っていそうで心配です。様子のおかしかったキャル様のことも非常に気がかりですし、どうしてこのようなことに。我らは笑い合いながら食卓を囲む家族のような関係だったのに、今はバラバラでございます。はい、わきまえております。しょんぼりしている場合ではないと。散々な状況ではございますが、私も主様も生き延びたのです。手を携え、何としてでもこの窮地を乗り越えなくては。そして再び美食殿のみんなで仲良く食卓を囲むのです。私そのために努力したいと思います。主様は口下手なのに一生懸命言葉を尽くしてくださって、私感無量でございます。私はどうも自分で思っている以上に弱っているようなので、今だけはこのまま甘えん坊さんさせてくださいまし。うん、厳しいようだけどシャキッとしてくれると嬉しい。とりあえず生き延びることはできたけど、依然として状況は芳しくない。手をこまねいていたら押し切られて潰されるぞ。どうにか起死回生の方法を探さないとな。はい、心得ております。しかしどうすればよいのでしょう？それを今からみんなで考える。
お前らも作戦会議に参加して知恵を貸してほしい。はい、ただできれば私たちが厄介になっているサレンディア救護院に連絡だけ入れておきたいのですけど、私たちが帰ってこないので心配しているでしょうし。今はまだやめといた方がいいかも。敵はあらゆる手段を講じてこっちを潰しに来てる。普通に街中で犯罪者として指名手配される可能性もある。迂闊に誰かと連絡を取ったり接触したりしたら巻き込んじゃう可能性がある。私たちは今国家権力そのもの、王宮と敵対してるんだから。そうですよね。サレン様たちの平和な暮らしを私たちのせいで台無しにするのは心苦しいです。まあ無事を伝えるだけならいくらでも方法はある。こっそり秘密のメッセージを届けたりしてさ、そういうのも含めてみんなで一緒に考えていこう。生きてる限りは負けじゃない。諦めなければいつか大逆転だってできる。そう信じて今は全力で頑張るしかないよな。